こんにちは。今日はちょっとね、これ奇妙なスタートなんですけど、このカレーのこの箱を使ってシール入れを作っていこうと思います。で、このなんていうんですか、このこれハウス食品かな。この箱だとちょうどこの真ん中っていうか、ここで綺麗に取れるので、この箱を使ってちょっと今からシール入れをね作っていこうと思います。はい、なんか紙物やってるとこういうの何かに使えないかなって皆さんいろいろなんか多分探すと思うんですけど、この箱がもうちょうどね、私カレー作るとき大体2箱ずつ作るんですけど、なんかこれがちょうどいい大きさだなと思って、はい。で、このまあ、あの自分用なのでこのまま使っちゃってもいいかなと思ったんですけど、周りにあのできたらあの折り紙を貼っていこうかなと思います。私はねバーモンドカレーが好きなんですけど、バーモンドカレーって基本甘いから、で主人も激辛が好きっていうのでジャワカレー、これをねいろいろミックスしていつも使ってます。で、最初にこれをこんな感じで全部くっつけちゃいますね。うん、どうしようかな。これもこうやって前にしたらいいかなと思ったんですけど、どうしようかな。これはこれでやった方がいいのか悩みますね。とりあえずこの4個をつけていきます。もうボンドで簡単につけていきます。皆さんカレーは何が好きですかね私はねもう断然バーモンドカレーが好きですね。でカレー一回あの粉から作ってみたことあるんですけど、あんまり美味しくないんですよね私の作り方もね、多分本格的にやる人は多分すごい美味しいんだろうなと思うんですけど、うん、私やっぱこうやってこの通りに作ったのは、なんかテレビでもやってたんですって、この通りに作ったら美味しかったみたいな、まあ、いろいろなんかカレーをね美味しくしようと思ってやったりしますよね。なんかあのチョコレート入れてみたり味噌入れてみたりで、うちの姉が、双子の姉が笑っちゃうのが、なんかご主人が、ご主人なんていう柄じゃないんだ、旦那さんがなんかうるさくはないんだけど、なんかなんだろう、ちょっとこだわりがあるのかな。なんかカレー、これもくっつけていきますね。どうしようかな、これこういう感じにした方がいいですかね。いや迷いますね。まあ、とりあえずこの4個4個でやってみますね。そうしでね、うちの姉の旦那さんが、なんかちょっとこだわりあるっぽい感じなんだけど、でも姉がすごいなんかいろいろ調べてカレーをすごい時間手間暇かけて作ったんですって。で、なんか美味しいとかなんか聞いたのかな、ちょっとその辺覚えてないんですけど、であんまり反応がなかったか美味しくなかったか、それでなんか頭きて、あの安いレトルトカレーを出したんですって。そしたらこれめっちゃ美味しいみたいに言ったんですってね、なんか不思議ですね人間ってなんかレトルトカレーでいいんですって。カレーも手間暇かければ美味しいってもんじゃないのかなやっぱカレーなんだろう、すごい大鍋で作って、なんていうんですかね、そうキャンプで食べるカレーはやっぱ美味しいですよね。やっぱああいう感じの雰囲気もあるんですかね、やっぱ食事って。だからその食器とかそういうのにこだわるですかね、盛り付けとか。
私なんてもうボールでなんかサラダ作ったらもうボールのまま出しちゃうから、もうそれがいけないのかな。なんかもう私自分であのご飯料理が苦手って意識しかないし、なんか知識も知らないって感じなんですけど、こんな感じで私こんな風に作っちゃったはいいけど、シールが入るかですよね。実はねまだ何もやってないんですけど、ちょっと待って、これがあの一般的な、これ最近買ったシールですね。これがあれ、ちょっと待ってくださいね。あ、ぴったりだ、すごい。あのここのビニールのところ、ここぴったりですね、すごい。あ、すごいぴったりだ。でもこれ以上大きいのは入らないですね。今ちょっとサンリオのシールとかちょっと大きめじゃないですか。あ、これぴったりです。あ、いいですね。いや、これいろいろ重ねたくなっ、あの大きいケースに入れるとダラってなっちゃうのが嫌だったから、この釘のがいいかなと思って今回作ったんですけど、あ、ちょっといいかもしれない。この長いのだとちょっとベロンってなっちゃうか。あ、でも意外と見やすいかもしれないですね、こうやって。うん、もういろんなシール収納を試してるんですけど、やっぱりもう私これにたどり着きましたね。こうやってもう入れるだけで、最近これ多分100均で区切られてるの、まあ、前に買ったやつなんですけど、これを使っていて、そう、それででもこれでできれば意外とねいいなと思ったので、すごいぴったりです、このシートシールで。うん、ただうちあんまりカレーやらないんで、今回あの無理やりバーモントカレーこの間やって、このやつはね無理やり買ってきたんです、ちょっとやりたくて。そうだから、またこの間バーモントカレーやったから、また3ヶ月後くらいにカレー作りたいんだけど、でもこの大きさ良ければちょっとしばらくカレー、あ、でもシチューでもいいのか、シチューの固まったから、そしたらここの周りにデザペを貼るだけに簡単なんですけど、このキャンドゥで買ったキラキラのデザペ使います。もう自分用なんでそんなこだわりはなく、じゃんじゃん貼っちゃおうかなと思います。中はもうこんな感じですね。それでなんかあのワゴンとかに入れちゃうのであんまり見えないと思うんですよね、この柄が。こうやって貼っていこうかな、ちょっと適当に貼ろうと思ったんですけど、まずこの大きさにいきようか。これ3枚ずつしか入ってないんですよ。だからちょっといろんなのミックスさせちゃっていい。うん、どうしようかな。これ1枚使う感じで。3枚ずつだよね。3、4、12、あ、違う。4枚ずつですね。4枚ずつ入ってるけど、一気に切っちゃいます。でもなんかテレビでカレーって食べるとストレス、なんて言ったんだっけな、ストレス発散じゃないけど、ストレスを緩和する成分が入ってるんですって。だから1週間に1回ぐらいカレーは食べた方がいいって、なんかテレビでね昔見たんですよ。そうで、カレーは結構スパイス使ってて栄養が多いから、うん、定期的に食べた方がいいんですよね。もうあれ、これあとは適当に貼ってっちゃいます。うん、でもすごい何日間もカレーが続いたなこんな感じで
自分用なので簡単に貼っているだけです。あ、かわいい。ちょっと折り目ぐらいつけますか。だったらちょっとカレーの箱集めますカレー作る人に取っといてって言ってなるべくこのハウス食品なんですかね、これを使ってもらって、これよく、あ、3枚で足りましたね。工作みたいで楽しいですね。ちょっと貼るだけなんですけど、ちょっとこの中まで貼れないけど、中はどうせあの貼っちゃうからかな、シール入れちゃうから、まあこんな感じです。バーモンドカレー消えちゃいましたけど、はい。で、このちっちゃいのもちょっと貼っときますか。あ、そうだ。あ、さっきの切れ端と思ったけど、ちょっと全然足んないですね。もったいないかな、これ切っちゃったら。ちょっと今回はこれはちょっと置いといて、今回これだけね作ってみた感じの動画です。で、シールを入れてみます。もう最近買ったのをずっとこうやってバラバラにしてるんですけど、なんかちょっとここで仕分けたい気もするけど、まあいっか。あ、すごくいいかもこれ、私のこのズボラな性格で。ちょっとあのギリギリだからスポーンとはいかないけど、スッ、あ、これちょっと大きいですね、これ。違うか、これなんかちょっとこれ大きい気がします。あとこのサイズがいいですね、このこれちょっと大きいですかね。あ、ちょっと大きいです、このこれどこで買ったんだろう。あ、これダイソーで買ったやつですね。これはちょっとダメだから、まあこういう感じの、でもすごくいい、私これカレーの箱たくさん集めよう。たくさん、あれ、またちょっと大きいのがあるかな、これかな。本当にこのサイズですね、このこういうこのサイズがぴったりですね。これ以上大きくなっちゃうとちょっと入らないかもしれないです。でもすごい綺麗に収納できてますね、こんな感じで。どうですかね。いや、私はすごくいいかも。ちょっとこの大きさは今まで通り箱に入れておいて、こんな感じですね。こういったあのちっちゃいシール、これも、ね、最近あの収納がめんどくさくてもこの袋のまま、あ、これも入る、これ、あ、これ入りますね。あ、でもこのサイズと入らないの、入るサイズ入らないサイズあるんですけど、これだと入らない。でもこの辺のシールだと入るから入らない。でも中でダラーってなってたからちょっと嬉しい、これ綺麗にこんな感じで、はい、お、いい感じです。いや、これ私ちょっといっぱいカレーの箱を集めたいと思います。で、これを全部作ろう。うん、これ、はい、こんな感じです。ズボラすぎて参考になるかわかんないんですけど、カレーのこの箱の大きさとこのシールの大きさがぴったりなので、はい、ちょうどいい感じですはい、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。